はい、こんにちは、スイムです。今回なんですけれども、レイバの恩赦について話します。私のことをね、嫌がらせしているアンチども、たくさんいますけれども、もうどんどんね、YouTube、Twitter で、ブロックしています。で、それがもう結構たまりにたまって、Twitter だともう数百人以上、YouTube 上でも数十人以上います。で、もう長いんで、だいぶ前からやってるんで、もう一番長い人だと多分もう1年以上前の人もいるかもしれないし、半年以上前の人もいるかもしれないし、ある程度期間経ったんで、頭も冷えたんじゃないかなって、反省したんじゃないかなってね、そういう前向きな見方でね、私の、仏のようなね、神様、仏様、スイム様のね、寛大な心を持って許しを与えようと思います。で、 YouTube、Twitter で、ブロックしている人の中から、なるべく多くの人をね、解放しようと思います。まずはね、YouTube 上はもうほとんどブロック解除する予定ですね。もう 50% どころか、もう 80%、90% ぐらいは行きたいと思ってます。で、ツイッター上はね、数百人いるんで、大変ですけれど、手作業でね、一個ずつ解除していこうかなと思ってます。で、ツイッター上に関してはね、名前に例えばね、スイム親衛隊とかね、スホトケとか書いてるね、そういう悪質なアンチ、現役のアンチについてはもうね、論外ですね。はい。で、スイム親衛隊ってを名乗っていいのは今のところ2名だけです。正式に入隊を許可したのは、2名しかいませんので、その2名が、スイム親衛隊を名乗るのはもちろん構いませんが、その方以外が名乗るのはもう全部アンチとみなします。で、それからツイート内容もね、私に対するね、悪意のあるツイート、嫌がらせね、ひどいコラ画像とかやってる人はもう論外ですね。で、それで一つずつチェックしていって、なるべく多くアンチをね、解放して、昔やってしまったことはね、反省してるんだったらもうそれで許してあげようと思います、ね。ということでね、令和の恩赦、近いうちに実施します。以上、神様、仏様、スイム様でした。